はい、皆さんおはようございます。ということで今日はですねゴールデンウィークも始まりまして、私は、今日は5月の2日ですが、まあギリ平日ですけどね、まだねお休みいただきまして、朝から出かけようと思いましてね、結構早い時間ですけど、まだ8時台なんですけど、仕事行くよりも早く家を出ております。はい休日の方がね、こういうの気合い入りますよね。奥様は、働き者なんで今日は、普通にも仕事をしているということで、これはね最高の朝酒を決めに行こうじゃないかということで、向かっております。はい、もうね連休始まりますから、もう休みといったら朝から飲むしかないです。では行っていきます。ピース。酒を飲みに行ってきます。はい、というわけで築地にやってきましたね。ここはですね大変思い入れの深い場所なんですけど、まあね、この駅出てすぐの、この築地本館ってね、結婚式の時に、ね、前撮りの写真をここで撮ったりして、ね、すごく思い出深い場所です、ね、で、まあ、朝から飲む、朝からいい酒を飲むと来たら築地しかないだろうということで来ました。いやでも人多いな、やっぱ言うてゴールデンウィークはまだ朝の9時台なんですけどね、まあ築地は店開くの早いですからね、9時台なんてもう夕方ぐらいの匂いですから、はい、日本酒この波の水だと500円ですから、吉野川にしました。いただきます。超ゴージャスですね。いただきます。いや最高でしたね。顔が赤い。いやちょっとあそこのね煮魚は味付けが濃くてね、酒も飯も進むんですよね。いや本当最高で、もう一軒食いに行きます。今日はもうどこかとここってもうね2軒目はもう決めてたんですね。行ってきます。人えぐい、モッシュ状態。ここのねあれもうまいんですけど、今日は並びがえぐいってやめます。はい、で今日来たかったのはここ、若葉のラーメンが食いたかったですね。これが最高なんですね。いただきます。ごちそうさまでした。いや最高。いやうますぎたっすね。特段なんてことないラーメンなんですけど、特段なんてことないラーメンが一番うまいんですよ、やっぱりね。ああ、もう最高の、もうわかりやすい鶏ガラと細麺と醤油っていう感じのね、あの味がもうほんとね、ここで朝から飲んだ後に最高。これ以上ないラーメンですね。あとは、卵焼きでも食って帰ろうかな。丸竹の卵焼きがトラビススコットの抽選ぐらい並んでましたんで、ちょっとやめます。はい。いやもうでもね、ほんと築地大好きなんですよ。あとはまあ豊洲もね好きでね、豊洲もしょっちゅう行ってるんですけど、奥さんと。まあ豊洲も行きたかったっすね。このまま豊洲流してもいいかなとかちょっと思ったっすけど、豊洲の方が朝早いんで、朝早い方がいい店が開いてるんで、なかなか、まあ今から行くのはちょっと向かないので、ちょっとまあどっかでちょっと軽く買い物でもして帰ろうかなと思うんですけど、まだ10時半っすよ。最高だな、こうやっぱ行動早いの最高だね。というわけで、どっか行きたいと思います。どこに行こうか迷った挙句の、ここは、
上野に来ました。上野動物園ですね。まあまあやっぱ人多いな。はい、上野動物園ですね。これから入場。あ、私はあの年間パスポートなんで、こちらの空いてる道を行かせていただきます。入園しました。このねパンダ車にシャンシャンがいたんですけど、シャンシャンは中国に帰ってしまったんで、もう開いてません。残念ですね。シャンシャンとっても可愛かったな。今日は小僧のアルン君はいないみたいですね。今日は代わりにセリアちゃんがいます。体重すげえなでかい。食いしん坊湯まで食べちゃって、今日は頭数ちょっと出てる頭数が少なめですけど、ここ本当、まあ関東でも屈指のこの頭数の多さでね、みんながこう仲良く暮らしてたり、時々喧嘩したりするのがとっても可愛いんで、プレーリーとかぜひ見ていただきたいですね。可愛い。こっちに結構いた。端っこにいますね。可愛い。ここの展示の何がいいってね、この後ろにね。バイソンがいるんですよね。でもこう割とこう自然に近い環境というか、あの近くにこういうちょっとまあ敵じゃないけど脅威になる動物を配置することで、こう野生っぽさをこう残してる展示なんだろうなって勝手に思ってます。はい。玉熊さんは寝てます。マレーグマですね。かわいいマレーグマ。もう結構ねおばあちゃんなんですよ、ここの子は。なかなかねマレーグマって見れる施設少ないんでね、本当に貴重ですね。ここのマレーグマはね、ちょっとこっち見てくれるかな、顔がとっても可愛いんでね。でちっちゃくてね、またこう、まあ、ヒグマとかはちょっと怖いなっていう方とかでも、ね、すごく愛嬌を持ってね見れる動物じゃないかなと思いますね。クマとか可愛いですよ。可愛い。顔が黄色くてね、本当クマのプーさんみたいなやつ。はい、ここで小獣館でございます。スモー、マンマルハウス、ね、小獣館。今日は並んでないですよ。たまにね並んでたりするんですよ。今日はスムーズに入るそうです。行きます。かわいい。足で蹴るみたいにした。あーっていく。面白い。かわいい。足びらこ。上野動物園は国内でも結構有数の、飼育、話数を誇るんですよね。この足びらこ。多分国内で一番多いんじゃないかね。あの話数で言ったら。まあ、お昼になってきてだいぶ混んできたんで、そろそろ私は年パスでは訪れていようかなと思います。とりあえず見たは見ときますかね。大変です。もう中野に帰ろうと思ったら絶妙に寝過ごしまして、高円寺に来てしまいました。というわけでちょっとせっかくなんで、いや完全に寝過ごしました。せっかくなんでちょっとブルギア見て帰ろうかな。スラッタさんというところに目ぼしいものを見つけられなかったんで、ゴシクさんに行きたいと思います。はい、困った時の生活と行きたかったカフェが満席だったんで、ね、サンマルクです。はい、時間になりましたので、ゴシックさんとマーレさんね見てきましたけど、まあちょっといいのあったけどサイズ合わなかったって感じですね。行ってみましょう。いや最後に一
応もう一回見ていくかで寄ったセカストでいいのを2点も見つけてしまって、最初に見た時なんで見落としてたんやっていうぐらいでバッチリやつ見つけて買ってしまいました。はい、今度こそ帰ります。中野に帰ってきました。人が多い。いや疲れた。疲れた。帰宅しました。なんだかんだ朝一から出かけて、いつも会社の始業時間より早い時間からね、出かけて、始業時間よりも早く酒を飲むというね、一日でございまして、まだ、こんなにやってまだ5時前。素晴らしい、健康的すぎる生活ですね。早起きは、三文の得ってやつですね、これはね。はい、というわけで、まあ今日買ったものね、ざっくり紹介しましょう。まあ、細かくはね、そのうち、また、今月の紹介品、購入品紹介でお見せしますが、はい。まずはですね、古着屋で買ったのが、まず1点目がこちら、ドーン。ドン。はい。70年代か80年代ぐらいのね、フットボールシャツですね。こういうゲームシャツ、この、しかもジャージ生地なのがいいですよね。これをね、てかまさにこれを探してました。ネイビー系か、ネイビーか、まあ、もしくはくすんだ黄色とか、そんな感じで、こういうちょっとジャージっぽい生地感で、サイズいいやつ、サイズとプリントいいやつ探してたんですけど、これまさにもうドンズは。もうね、XL でちゃんとこの XL のサイズ感が残ってるものっていうのがマジでないんですよ、この年代って。しかもその、70年代の XL ってそんなに大きくないんで、こんなね、もうマジぴったりくるサイズだったんで、これは超巡り合いました。しかもね、高円寺のセカスト、ゴールデンウィークセールで全品 10% オフだったんで、かなりお得にゲットしましたと。はい。で、もう一点がこちらですね。ドーンと、はい。エッシャーの T シャツ。ね。これも、ガチのヴィンテージのやつだとめっちゃ高い、まあ、やつなんですけど、なんとなく分かる人は、パッと見で分かると思うんですけど、これ、まあ、ブートっつうか、まあ、リプリントっすね。はい。まあ、昔、シュプリームとコラボとかもして、やってたプリントとかなり似てるかなと思います。まあ、ちょっとシュプリームのプリントが今すぐ思い出せないんですけど、まあ、こんな感じだったような気がしますが、はい。まあ、リプリントですね。で、年代は多分、ギルダンのこのタグから察するに2000年代だと思うんですけど、はい。まあもう全然、ヴィンテージとかじゃないんですけど。まあエッシャーの T シャツ1枚欲しいなと思ってて。でも、高いじゃないですか。シュプリームのやつを探しても高いし。もうガチのヴィンテージのやつも、まあ1万円台後半から、いいのでもまあ2万円ぐらい。で、かつあんまり状態とかサイズとかいいやつ、なかなか巡り合えないんでね。と思ってたんですけど。まあ、これならね、めっちゃ安かったです。3000円でした。はい。すごい気軽に着れるやんと思って。はい。普段着にこう、パパッと着れる、いい感じ。プリントも悪くないっす。クオリティも、そんなに。まあまあ、こう、適当に着るにはね、パパッと、気軽に着るにはちょうどいいかなと。しかもサイズも L で、あんまり、生地もあんまり縮んでなくてね、結構 L のサイズが残ってる感じなんで、もう、ちょうどいいなと、買いました。はい。まあ、服は、こんなもんですね。また T シャツ買ってるっていうね。バカですね、バカ。はい。で、あとは、ユニクロで帰りに、このエアリズムコットン T シャツがすごい安くなってたんで、3点買いましたと。はい。T シャツのね、下にね、着るのにちょうどいいですよね。クルーネックと、こっちがクルーネックか。これがクルーネックと、タンクトップと、V ネック。で、黒の V ネックをもうほんと黒 T の下とかに出さないように着たいんで、ちっちゃいサイズの M 買って、で、タンクトップとか、T シャツは、まあ、出したかないですけど。まあ、ゆったりめがいいかなと思ったので L にします。はい。まあ、そんな感じですね。はい。今日の購入品ね。いやー、しかし今日充実してたな。あとは、今酒を買ってきたので、酒を飲みながら、4月の購入品動画でも撮ろうかなと思っております。はい。4月の購入品動画はね、この後、見ていただければわかると思うんですけど、バカみたいに T シャツを買ってます。まあ、この後っていうか、先に一応公開出してるかな。はい。バカみたいに T シャツを買ってます。はい。なのに今日も T シャツを買ってるっていうね。頭が、欲しいです。はい。そんな感じで、まあ、この後はね、奥さんが仕事終わりで帰ってくるんで、夕飯をね、今日はね、私作るよって作る気満々だったんで作ってくれると思うんで、はい。愛妻ディナーを楽しんでね。はい。明日から奥さんもお休みなんでね、いろいろまた計画してるんで、楽しいゴールデンウィークはね、過ごそうかなと思っております。はい。皆さんもね、楽しいゴールデンウィークをぜひ お過ごしください。はい。これが多分公開されるのはゴールデンウィークの中頃ぐらいだと思うんですけど。はい。まあなんか天気もね、そんなに悪くなさそうですし。はい。
まあ、都内はどこ行っても混んでるんでおすすめしないです。はい。まあこういう時にね、溜まってるアニメとか映画とかね、見たいのをね、バーッと見るっていうのも、いい過ごし方かなと思いますので、はい、ぜひ楽しいゴールデンウィークをお過ごしいただければと思います。はい、そんな感じですかね。最後までご覧いただいてありがとうございました。ご意見ご感想ご質問等ございましたら下のコメント欄の方までお気軽にお寄せください。というわけで、ゴールデンウィーク初日の Vlog でございました。またお会いいたしましょう。ピース。